どうもこんにちは今回紹介するのはベストキッドの1と2ですねまあ随分前に見たんですっかり忘れてましたねで今回 DVD を買ってみてそしてブルーレイを買ってみてまあ初めて見たような感覚で全部落ち着いて見ることができましたその中で1と2で感じたところなんですけどもなんかねいろいろとね日本人の好きなテイストが入ってるなっていうところがあってその最大のものは出会いと恋愛かなと思うんですよというのがね これネタバレになっちゃうところがあるんですけども、第1話で主人公のダニエルくんは、空手をしながらね、あの、彼女ができるんですよ。<laughs> で、彼女ができてとても可愛らしい子なんですけども、順調に付き合ってるのかなと思ったら、実はね、パート2で別れてるんですよね。別れてるんだけども、パート2ではまた別の女の子と出会って、いい関係になってるんですよ。そう考えていくと、男は辛いよじゃないんですけどもね。 そして、武田鉄矢さんの刑事物語ではないんですけども、一作ごとにいろんな女の子と知り合って、その女の子と恋愛をして、別の作品では別の土地で、その土地の女の子と出会って恋愛をするみたいな感じでね。そうですね、アメリカのホームドラマでもこういうのありましたよね。そうそう、ナイトライダーですよ。ナイトライダーの主人公、マイケル・ナイトは、キットっていうね、AI を組み込んだドリームカーと一緒にいろんな事件を解決していくんですけども、行った先、行った先で、 女性と知り合ってなんとなく恋に落ちていい感じになってそしてその話のうちにまあちょっと友達にはなるけども彼女にはならないみたいなね関係で次のストーリーに進んでいくんですよねそうやって作品ごとにいろんなところに彼女ができてあのやっぱりね私たち男性がまあ10代の頃に目指したヒーローってのはこんなもんだろうなと英雄色を好むじゃないですけどもあっちこっちで事件を解決してモテまくるみたいなねそして悪党には 次々と勝っていくみたいな、そんなところがね、この作品にもオマージュされてるんではないかなっていうふうに感じました。そして、一作目なんですけども、一作目は、ダニエルくんっていう少年が、まあ、空手の経験は多少あるにしても、そこまで本格的にやってなかった。でも、転校した先でいろんなエピソードがあってね、そして自分のライバルとなる人間が空手の、本当に達人だったというところを見て、なんとか頑張んないとなーっていう気持ちの中に、この宮城っていう先生が出てきてね、 で友情を育みながら空手の道に目覚めていくってそんなストーリーでしたで最終的にはそのライバルと勝っていくわけなんですけども戦っていくわけなんですけどもそのライバルとあるう空手の達人も実はねそんな悪いやつじゃなかったってことがラスト分かるわけですよじゃあ悪いやつは何なのかっていうとそういったあ少年たちを指導してきた小ラ会のトップそいつなんですよねでもそいつのボスのことはあんまり語られていないんですよでそのままストーリーは終わっていくんですよね で、なかななかかいい話だったです。最後は本当にスカッとするようなね、あのー、やっぱりね1980年代に俺たちはこんなストーリーを求めていたんだみたいなのがガーンと出ていて今は見てもねあのかけねなしトリックなしで本当に私たちがミトコンを見る感覚でラストで思うように全部がストーリーがね上手くなっていくことにまあ感動を覚えるようなストーリーだったと思います、まあ、その中でパート1っていうのはダニエルくんの人生にスポットが上がってました ダニエル君の人生にスポットが当たってこの宮城というね先生そして友達みたいな関係が非常に上手に育まれていたんですよねそしてパート2はですねどちらかというとこの宮城という先生にスポットが当たってました宮城という人物がどうして今のようになってしまったのかどうしてそういう思いに至ったのかそしてどんなライバルがいたのか歴史があったのか過去があったのかっていうところを もともとはパート1ではアメリカにいたわけですけども沖縄に舞台を移して沖縄で2人のやりとりを通じて強い友情をね育んでいくところが非常に泣かせるところが多かったですねそして後半も我々日本人が大好きなストーリー展開になっていて暴走した弟子とそして改心した師匠でその師匠とはもともと兄弟のような関係だったってことがね次々と解き明かされていって和解する部分と和解できない部分とか なんかね、絶妙のストーリーリを作ってるなっててるところですただ冷静に見なくちゃいけないのはっていうか冷静に引き戻されるのはあまりにも沖縄じゃないぞというシーンが多すぎてですねこれはね制作者側のアメリカという地盤なんですかね日本とか沖縄に対する偏見がものすごい入ってますでもなんかどこの国の話なんだろうみたいな感じで見るとまあまあそこそこ面白かったかなとまあでもね その中でも、じんとさせられる場面が結構多かったんでね、割と好きな作品です。こちらの方は、ピクチャーインピクチャーって言って、この、ストーリーの中にね、ちょっとしたこぼれ話が、あの、ピクチャーインピクチャーって形でね、映画の中に差し込まれるようなバージョンも特典でありますので、そっちも楽しんでいただけるんではないかと思います。はい。じゃあ、パート2まで、えー、ご説明した後で、今度はね、パート3ですね。これがどういう風に、帰結していくのか、ちょっと見てみたいですね。 もう内容ほとんど忘れましたねこっちもねこれまた見ましたらねえっ、ー、とレビューしたいと思いますそしてなんと宮城が女の子に空手を教えるダニエルくんがいない空手キットっていうのもありますこれもねこれはね私見たことないですねうんだから相当当時空手ってものがアメリカでブームになったんでしょうねそしてそれが日本にいわゆる逆輸入みたいな感じでアメリカで生まれた空手のストーリーが 日本人の心も打つみたいな感じでここに極まったのかなと思いますそしてまたこれも後ほどやりますけどもそれからね時を20年ほど経ってジャッキー・チェーンがリメイク版を作るわけですよこれ2010年の作品だったと思うんですけどねうんこれはこれでねパート1のオマージュになってるんですけども新しいストーリーとして楽しめますすごくいい作品になってますねこれもあのやっぱねこういう作品を見ると ああ、空手に打ち込む人生ってのも良かったかもしんないなっていうふうに私は思いますね。ですんで、50歳を過ぎてですね、私はリファイトクラブっていうものを、えー、設立してですね、まあ、主催は別のボー君っていう40歳のキックボクシングトレーナーがやってるんですけども、そこに入門してですね、で、先日エクストリームワンっていうアマチュアの大会を、まあ、出場したわけなんですよ。 でそこでミドルキックチャレンジっていうのが、ね、ありましてそういうコーナーがそこにまあボークに出てもらってそして私は50歳なんで50歳以上のこのかねジェントルマンマッチっていうのがあるわけですよそちらの方にエントリーこれからしようかと思いますね50歳以上でまだ戦う意思のあるものはまあケもするかもしれませんけどもねもう一ラウンド花を咲かしてみたいそんな50歳を過ごしてみたいかなということこですね はい、なんか、たどたどしい説明になりましたけども、そんな形でございます。すごくいい作品なんで、これからもね、パート3、パート4、そしてリメイク版と、改めて見させてもらおうかと思います。ベストキット、むちゃくちゃ面白いです。おすすめです。